ホームに面した2階には、利用無料の足湯が設置されている。松丸駅は、愛媛県北宇和郡松野町松丸にある、四国旅客鉄道予土線の駅である。駅番号は、G38。短式ホーム1面に1線を有する地上駅。駅舎は、松野町ふれあい交流館との合築で、2階には、森の国ポッポ温泉という温泉施設も入っている。 なお、森の国ポッポ温泉は2008年6月1日から2012年3月までは、JR 四国のグループ企業である JR 四国アーキテクツが指定管理者となって運営していたが、同社の同月での解散により、2019年7月、現在は、町内で就労継続支援、A 型事業所を営む株式会社ともに、愛媛が指定管理者となっている。 また、簡易委託駅となっている。1日の平均乗行人員は、以下の通りである。松野町の中心部。駅周辺は、旧街道沿いに、店舗の立ち並ぶ松丸商店街となっており、役場、農協、伊予銀行、松丸支店等の施設も集積している。商店街の一角には、松丸名物のうなぎ料理店もある。また、ホームから川を挟んだ対岸は、 道の駅を併設する、虹の森公園がある。普通列車のみ停車する。臨時観光列車島にトロッコ停車駅。ABCDF e 石の明、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、646ページ。ISBN 978から4から533029806。 森の国ポッポ温泉公式ホームページ、駅別乗降客数マップ -2019 年7月4日、閲覧国土数値、情報駅別乗降客数データ国土交通省、2021年4月18日、閲覧、10駅を、停留所家国鉄四国総局、1日時1市、交通新聞、P1。ありがとうございます。